こんにちは、速稼塾の久保です。今日もポイントサイトをねちょっとやっていきますけども、どういうふうにね私がポイントを貯めてるのか、本当にね地道なところも地道なんですよ。ちょっとご覧いただきたいと思います。画面切り替えますね。はい、これがね私のモッピーのアカウントですけども、今ポイントが 41,138 ですね。これねアンケートってあるじゃないですか。これアンケートクリックすると、結構ねアンケートって毎日答えれるのがあるんですよね。今日も来てますね。私これね、ほんと2ポイントとかあるでしょ。これ回答済みってあるじゃないですか。こういうのね、地道にやってるんですよ。この仕事に関するアンケートって、2から115ポイントっていうふうに、何十ポイントかね、これ貯めれるのがあるんですよね。これもやっぱりね、まあバカにしないというか、これ0ポイントはさすがにやらないですけどね、これやる人いるのかな。ということでね、1ポイント、2ポイントもやってるんですよ。うん。で、あとね、ちょっと一旦切りましょうか。はい、あとね、これ見てください。楽天から来ましたよ。カード。これピンクカードってやつですね。これね、楽天からカードが来て、これも、なんか1万1000ポイントになるそうなんでね。ちょっとこれ、地道じゃないけど、一気にいただいておこうかなと思います。未確定報酬が確定に変わるやつですね、これがね。ちょっとこれも見てみましょうか。マイページからポイント交換で、これ判定中のやつがあるんですよ。楽天カード、これね。この楽天カード、上から2個目ですよ。まず6000ポイントもらえるのか。6000ポイントモッピーからもらえるんで、これがね、多分、ほどなく確定するでしょう。私の手元にカードがあるんで。で、最大1万1000円相当なんで、残り5000ポイントは、このカードをね、なんかの条件で使ったらもらえるんじゃなかったかな。これね、これを使ったらもらえると思いますんで、まあ使うでしょう、何かにね。ということで、1万1000ポイント。まあこちらのモッピーのサイト上では6000ポイントですけども、大きく確定になったわけですね。これももうすぐなると思います。これ、カードが手元に届いてるわけですからね。はい、完成です。ありがとうございます。それでは以上です。はい、ということでいかがだったでしょうか。私もね、こうやってカードで一気に5000ポイント、6000ポイントっていうのもあるんですよ。あるんですけども、でもね、1円、2円だって私ちゃんと取りに行きますからね。こういうことの繰り返しで、まあ大きく金額が積み上がっていくんだと思うんですよ。まさにね、千里の道も一歩というか、本当に1円に笑うものは1円に泣くじゃないですけども、やっぱりポイントサイトってね、やることがたくさんあるんですけども、最初はなかなか見つけられないと思うんですよ。なんで見つけられないかっていうと、小さなものをやっぱりね、スルーしてしまうと、なかなかね、例えば1000ポイント以上じゃないとやらないよとかね、2000ポイント以上じゃないとやらないよっていうのはわかるんですけども、小さなポイントを積み重ねていくことによって、だんだんね、見えてくるものもあると思うんですよ。例えば今まで気づかなかった、資料請求500っていうのがあるんだとかね、なんとかかんとかで1200っていうのがあるんだって感じで、やっぱりね、1円2円を、軽んじないことによって、500円1000円っていうのが、まあ大体見つかってくるのかなとか。最初からね、1万2万っていう、そういうボリュームだけね、見ていくと、1万2万なんて結構最重要案件ですからね。これによっては、ものによっては結構なね、ハードルがあって、なんだ、これ全部できないじゃないかみたいになって、ポイントサイトの全部ができないように見えてくるんですけども、私の場合は、100ポイント以下だってちゃんとね、ビビらずにやるっていうか、ちゃんとやるんですよ。で、ちっちゃい、このポイントのやつっていうのは、これ数がいっぱいあるんですよね。ずっとやっていくと、やっぱり1万とか2万になっていくんで、最初見つかんないうちはね、それこそ10ポイント以下でも、私はちゃんとこなしていきますね。で、ポイント数が少ないってことは、手間もそれだけ少ないってことなんですよ。で、例えば、セミナーで、なんか3万ポイントとか5万ポイントってありますけども、あれはね、年収が500万以上とか、なんか資産を持ってる方とかっていう条件がある上に、セミナーを2時間きっちり、対面で受けなくちゃいけないんで、結構時間も取るんですよね。そう考えたら、数万ポイントってあるやつって、羨ましいばっかりじゃないんですよ。例えば、一戸建てが自分の所有物でないとダメとかね、車を持ってないとダメとか、そういうのが結構多いじゃないですか。だからもう前提条件が違うんですよね。下地がある人向けなんですよ、それは。例えば、所有物が大きい方とか、年収が大きい方とか、会社の経営者向けなんですよ、数万ってやつは。で、クレジットカードも、作れない人もいると思うんですよね。いろんな事情で。ってことは、そういった高額案件っていうのはできないんだけども、その代わり、
小さな暗金はたくさんあるんですよね。だそういうのを埋めていくことによってだんだん、できるのが見えてくるっていうか、できるやつがねだんだんこう手が届いていくんですよ、うん、それに尽きると思います。で私の場合もこれね2013年からこのセルフバックね、ポイントサイトに似た仕組みなんですけども、やったんですけども、最初はできるのはあんまりなかったんですけども、キャッシュが回り出したらできるやつも結構増えてきたんですよ。例えばウォーターサーバーなんてこれね元金がいるんですよね。なんか1万とか2万とか最初いるんですよ。今はちょっと形が変わってますけども、当時は最初に取り付けに1万かかって、で、半年間使うと2万5000円とかがバックされるみたいな感じなんで、半年がかりで元金も行って、でやっとキャッシュバックがあって、しかも解約もしないといけないと、で、ボトルも送らないといけないとかね、結構ね、ポイントゲットするのに元金がいるみたいなのがあるんですよね。でもそれは最初からできないじゃないですか。だからちっちゃい案件を積み重ねていって5000円とか1万円っていうのが作れたから、じゃあそれを持って元金が必要なポイントに行くみたいな感じでね、それで積み上げていくところがあります。まあということで、最初から何もかもできるわけではない、そういう人もいると思います。最初からいろんなものができる人もいると思います。ですので自分の状況に合わせてね、手の届くところからやっていくっていうのが大事だと思います。まさに千里の道も、足元の一歩から始まるわけですよね。だから千里の向こうを見ちゃダメなんですよ。足元からですね、全部ね、足元から積み重ねていって最終的にゴールに到達するって感じです。そうするとね、振り返った時に、あ、こんなにやってきたんだなっていう風になります。私は3年だったんですよ、最初セルフバックをね。それ以来やらない日がないです、ずっと今に至るもう8年目毎日やってますね。まあ、こういう凡事って言ってもあるかなってことでございます。まあ、ですんでね、結構ね、案件こなしてきたんで、業界の移り変わりも分かるし、なんかいろいろとね、お問い合わせがあっても答えることが大きいんですよね。今回はこのぐらいにしておきましょうか。ちょっとね、おまけを長く取っちゃいました。では、失礼します。